今スバルのですね、新しいレイバックに今試乗をしているところです。もう走りのですね、全体のテイストもまさに、スバルの四駆、これ王道の乗り味ですね。スバルファンは全くもう違和感ない。もう静粛性も非常に高くて、まあ、エンジンのトルクもこれ十分ですね。まあスバル得意の 4WD システムで、まあ、悪天候でもまあ安心というのが売り文句になるんでしょう。まあ、しかしですね、まあ、あの一番こう今思っていたのはスバルの他の車、レヴォーグをはじめですね、いろいろあるスバル車の中でこの車のですね、個性というかその、まあ、どういうコンセプトで作られたのかなと、どこがその、他の車と違うのかなというところですね。安全装置はまあスバル車共通でどんどん進化していってますしですね、まあ、今流行りの SUV ラインナップ、自分のメーカーの SUV ラインナップの穴を埋めると、まあ、そんなことで出てくる SUV が最近多いんですよね。スバルはですね、そういう安易なその、モデル拡張みたいなことはあんまり好きではないメーカーだと思うので、これがどういう意図を持って、出てきた車なのかなと、まあ、今走りながらいろいろ試してみてるんですね。まあでも走ってる限りはですね、まあ、他のスバル車と特別変わったその新しいチャレンジみたいなことが感じられることはないですね。まあ、逆に言うとその非常に安心してスバルファンを選べるということでもあるんだと思います。まあ、でもそれだけでですね、あの新しい車種を作るっていうのもね、なかなか今のご時世、ありえないことなので、どこにあるのやら、ちょっと止まっていろいろ眺めてみますけど、サンルーフもついてるし、まあ、とにかく、今風のものは全て標準装備でついてるみたいですね。まあ、シートの質感も高いですし、なんかこういろいろね、今車を選ぶのにグレードとかエンジンとかたくさんあって面倒くさいっていう声もよく聞くんですね。一体どれを選べばいいのかと、で面倒くさいんで一番高いの持ってきてくれみたいなお客さんも意外といらっしゃるらしいんですよね。まあ、選ぶ楽しみとか言われた時代もあるんですけど、逆に今はですね、もう車が本当に日常の製品になって、車を選ぶっていうことにですね、自分の時間エネルギーを使いたくないと、まあ、だけど買ってから あれなくて後悔するみたいなことも嫌だというので、何でもありグレードみたいな、てんこ盛り、まあ、全部のせラーメンみたいなもんだね。まあ、そんなものが売りやすいんだみたいな声も聞くんですよね。これはなんかグレードも1個しかなくて、その何でも乗せみたいなグレードになってるらしくてですね、まあ、それは実際に乗ってみてもよくわかります。これ足りないものは何なんだろうと、とにかく運転席から眺める限りですね、スマホの充電も USB のタイプ C もちゃんと今ついてんだな。ちゃんと充電、高速充電できるように容量が大きなタイプ C からも充電できるし、かといって昔ながらの、シガライターからの充電もちゃんと備えてあって、こりゃ何でもありだね。すごいねこれね。走りは非常に
軽快ですよ。静かで滑らかに走れるし、まあ、スプラッシャーお得意の、まあ、重心の低さもよく感じられますし、この感じだと、まあ、長距離をですね運転しても疲れるようなことはないですね。で、まあ、大きくて、まあ、あの日本国内で乗るには十分なサイズで、必要なものは全てついていて、その割に値段もお手頃だと、いろんな車のマイナス要素がほぼ払拭されております。あのマニアがごちゃごちゃ豪車庫行って乗る車ではございません。あっさり、全部乗せのラーメンを注文される方はぜひ車もこういう車を選ぶというのはありだと思います。